生から社会人まで約40名で、地元のお祭りや豊橋市のイベント、老人ホームの慰問など年間約40回の演奏活動をされています。力強くも洗練された太鼓の響き音をどうぞお楽しみくださいね。Thank you.
こんにちは。大崎文化保存会塩壁太鼓と申します。今日は海の日、そして豊橋港フェスティバル、今年初めて夕方から、この港フェスティバル開催しますということで、オープニング演奏からも、参加させていただきました、大崎文化保存会塩壁太鼓と申します。今日心配していたお天気ですが、オープニングの時は少し心配な天気だな、お空してるなと思いましたが、今ね、こうして無事になんとか雨持ってます。このままね、最後まで引き続き天気をね、持つことを願いながら、ちょっと演奏もしていきたいなと思います。今日はですね、ぜひぜひ港フェスティバル楽しんでいただけたらと思います。そして私たちの塩壁の演奏もぜひ楽しんでってください。1曲目お届けしましたのは祭りという曲です。今日は豊橋港フェスティバルお祭りですよね。子どもたちももうすぐ夏休みということで、もうワクワクしてるね、お友達もたくさんいるんじゃないでしょうか。2曲目演奏するのは椿です。季節は違いますが、冬に咲く椿の花が咲き乱れる様子をお太鼓を使って表現していきたいと思います。2曲目椿です。
ことに続いての曲が潮風太鼓最後の演目になります。まあ、最後の演目に行く前にですね、私たち潮風太鼓、今年で34年目を迎えるそんな団体です。今ですね、流行に乗っかりましてSNS ですね、インスタグラムやフェイスブックなどもこちら地道に日々更新中です。ぜひそちらもチェックしていただきまして、もし今日もですね、いいお写真撮れましたら、ぜひハッシュタグなどをつけていただけると嬉しく思います。さあ、そして潮風太鼓ですね、最後の演目ラララをいきたいと思いますが、今小学生のお友達も本当にたくさん一緒にメンバーとして活躍しています。豊橋市外、豊橋市内、いろいろな地区からですね、お友達も参加しています。ぜひぜひ子どもたちの成長を見ながら、この太鼓の音色も楽しんでいただけると本当に嬉しく思います。またこれからさまざまなイベントもね、豊橋市内盛りだくさんということで、またぜひ私たちの演奏を見にする機会がありましたら、ぜひその時もですね、楽しんでいただければと思います。さあ、それでは潮風太鼓最後の演目、元気よくいきたいと思います。ラララです。Thank you.
演奏を終わります。ありがとうございました。大崎潮風太鼓の皆さんありがとうございました。とっても勇壮な太鼓の音色を響かせていただきました。子どもたち本当にね元気よく太鼓叩いてくれましたね。今一度大きな大きな拍手お送りください。ありがとうございました。大崎潮風太鼓の皆さんSNS なんかもねやってらっしゃるということなので皆さんぜひ大崎潮風太鼓で検索をしていただいてそちらの方もフォローなど